巨人坂本勇人、王貞治を抜いて球団歴代最多の大記録達成。巨人坂本勇人内野手が6番遊撃で先発出場し、00の2回西の場面で村上から空振り三振を喫した。これでプロ通算1320三振。王貞治を抜いて球団歴代最多となった。三振かよ。ご褒美に俺様の尻穴貸してやるよ。確定なの？ケツ穴で抜いて新記録。ぜひ清原の記録に挑戦してほしい口笛。オーシュレットでケツ穴でも洗ってろや。球団史とプライベートでも名を残した偉大な選手。王貞治より少ない打席なんだろう。王貞治は40歳で引退した時の数字だぞ。坂本は何歳だよ。王を抜いたって言っても、上に22人もいるから頑張れ。迷宮界入りの人間がもはや三振の代名詞とまでなったか。アベレージヒッターなのに三振多すぎ。坂本恥ずかしい。穴があったらそうれたい。おえおうだったのについに追い越してしまったか。ホームランバッターでもないのに三振多すぎでしょ。記録より記憶に残る選手。YouTube でたまたま見たが打席に入ろうとするとケツ穴アートか。普通にヤジ飛んでんだな。こりゃ三振もしますわ。王さんを超えたレジェンド背番号6A級欠番にすべきでしょう。